よいしょ。おはようございます。マハスビート放送局です。肩鳴らしでございます。お疲れ様です。毎日配信 YouTube ラジオです。やっております。いやーなんかね、ちょっとたまには学生の頃の話とかでもしようかなというか、学生の頃の話、学生というかまあ地元にいた頃とかの話、まあ俺ちょっと気になるのは、ガンタさんは、はいはい、どれぐらいバカだったんですか？おお、すみません、なんかあんまり聞いたことないかもしれないけど、なんでそのバカ前提なんですか？大学行ってますから、大卒ですから。どこだっけ大学？平成国際大学。どこやねんそれ。お前の口からあるのその大学。いや多分今結構いい感じになってるから。ああそうなんだ。俺行った時はまだ5年ぐらいだった、はい、できて、はい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 、でもうもう一番脂乗ってる状態だから、調べてみ、すごいことになった。まだできたての大学だったわけだ、言ったらね、5年そうで、今はもうそこから10年以上ね、うん、だからあそうなんだ、今はもう結構そんな、うん、へえ、俺の、うん、まあちょっと結構ね信じられないと思うんですけど、うん、バカなんですよ。そうだよね、なんかそうだよね、あんま、まあ、なんだ伝わんない部分あるよね、おそらく勉強的な知識はやっぱあんまないよね。なんかひどいよ。なんか他のことはなんか詳しかったりとか、なんか考察、なんか考えてこういうのは導き出したりするの結構得意な感じはあるとは思うんだけど、よくわかんないけどね、なんだろう、どういうなんかわかんないけど、やっぱ漢字、漢字だし、A 国数社 C。 いや、そうなんだね、間違ってんのかも、何、 A 国修社、修社なんだっけ、 A 国数社 C、 D ですね、理科ですからね、なんか得意な、例えばその5教科で、あ、でもこれははっきりとめちゃくちゃ得意だった、はい、でも小学生の頃なんですけど、当てていい、うん、国語じゃない、そう多分そうだよね、文系だよね、文系か知らんけど、それだけは、うん、てか俺自慢じゃないけど勉強したことがないのよ、うん、過去ないってどういうことやね、ちょっと心からしたことがない。もうテスト勉強とか、テスト勉強とか塾とか、うん、変な教材みたいの親が買ってきたりとかするんだけど、うん、心からしたことがないのね。あーなるほどなるほど、早く時間が過ぎればいいと思って常に何か言われたものを書くだけで、うん、理解しようとしてないから、うんうんうん、本来覚えるために書くものを別にもう覚える気もないわけ、もう早くもうずっと遊ぶこととかしか考えてないから、ね、ずーっと終わってく、はい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 、それが中学生ぐらいになるとエロいことに変わり、まあ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 そうだね、みんなそうか、うん、あ、そうなんだ。もう勉強自体も、だから国語も勉強したことないのよ。うん。ただ授業を受けて、うん、テストやると、うん、毎回100点なのが、毎回100点な。その地域でテストどう違うかわかんないんだけど、うん、俺の千葉県の田市の国語のテストは、うん、当時は小学の話。うん、小学校。小学校。小学校。小学校までしか得意じゃなかった国語は。あ、もう中学行くとちょっとわかんなるやん。小学校のさ、テスト、うん、国語のテストってさ、うん、あれ国語の授業ってなんかさ、もう全部さ物語だったよね、確かね、もの本、物語がいっぱいあって、いや別に小学校に限らず、現代文だったら文章があって、この時のこのそのこととは何かを答えなさいとか、そう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 いうの、この人の気持ちを答えなさいとか、そうそうそう、心情を答えなさい、そうそうそう、いざ文章から読み取る、そう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 、ああそうだよね。で、後ろのページが地獄の漢字でしょ？で、地獄とは持ってないけど。あ、そういうのも、だからまず文章があって、あと漢字問題みたいなのが。後ろのページでしょ？後ろのページかどうかは。いや、俺は、前のページは全部それだったの。物語だったの。そういう作り方。で、後ろ行くと漢字だったの。ああああ、まあまあ、そんな感じよ。だから、俺、でも俺も、ね、勉強しないよ。だから、授業受けるの、うん。はいはいはい。も、こう、物語みたいなのって。あれち。で、まあ、それだけ。で、テストをやって、これとは何でしょう、あれとは何でしょう、はいはいはい、気持ちとは何でしょう、はいはいはい、やると、毎回100点なの。ほー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 。で、後ろは2点ぐらいなの。感じ。
書けないから。いや、まあ、そうか。やっぱそうなんだ。なんかやっぱそういうのは得意じゃん。なんか。そう。読み取ったり分。でも結構天才的じゃないこれ。そう。まあ、本来。もう一回100点っていう。で、俺としては意味がわかんないの、うん。なんで点数悪い人がいるのか。こんな当たり前、問題そう。問題じゃないじゃん、これって。ここに書いてあるの。これって言ったらこれでしょ、みたいなノリで。だから、それだけだね、覚えてんの。俺が、でも。まあ、だあれは勉強しなくてもできることやもんな。で、そうなの。読み取ればね。だから、意味ないんだよ。それができようができまいが。勉強したっていう実績がないから、続いていけないわけ。要は、これをやったから点数取れたっていう、体験になってないから、もうできちゃってたから、勉強してできたわけじゃないもんね。別にそう、で、それが中学になってたもん、あ、勉強してる人からしたら、うん、応用なんでしょ、おそらく中学行ったらこれが古文になりとか、まあまあもちろんもちろんもちろん、もちろん、俺はもう中学になって古文なんかそういうこと言い出した時点で、そういうこと言い出したってどんな言い方、古文だとかなんだろう。あ、もう言い出す、もういいです、そういうこと言われるとわかんないんで。あ、もういいですと。もういいです。多分ちょっと理解すればまあ同じ応用だから、うん、天才が生まれてたのかもしれないけど、はいはい、ただもうその勉強のノリが出てきた時点で、うん、少しわからないことが出てきた時点でもう、うん、もういいですってことで終わってた。それぐらいかな。だからあ、だからできる授業、英語も本当に1点2点ボもう分かんない。だから E だの A だの B だの選ぶやつばー選んで、あとはもう分からない。どういう例えば これはペンですぐらいは言えるわけでしょ。 This is a pen。 じゃあ今何時ですか。 What's your time? まあまあまあ What's your time is it now? おー、うん、まあそれ、まあ、What's your name から来てるから今のね。あ、ファッチャンタイム。はい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 。なんだろうな。わかんない。もしかしたらその会話の方が得意かもしれない。英語に関しては。はあはあ、なんとなく、はあ。あの、もう読むのはもう無理だね。だから多分、彼とか彼女の主語になると、うん、例えば、he speak in。それもだからちょっと今だから、あの S がつくのね、うん、He speaks にしなきゃとか、うん、そういうのが嫌なんですよ。っていうかもうこの会話も嫌だ、うん、本当にもう嫌になってくるんだよね。泣いちゃうんだよ俺、本当勉強になるじゃん。だからマジで中学なんかの順位で言うと、うん、まあかもう 100% ケツから10、結構な中には入ってるでしょ。でも本当にあの五角形が本当にケツの穴みたいな、ケツメツ、なんか梅干し食べた時の口の形みたいなのが書いてあって、もう何にも楽しくない。あれもらってなんですぼんでんの。いや、ちょっとそうなるんだって。あれ全部ゼロに近いともう本当バカもキューみたいな、ここだけ2だったりもしたりする。そうそうそう、キュッてなって2で、よくても32点の32で、おい、よかったって思うんだから、すごい世界できてますよ、私は。すごい世界できてます。うん、そうだよね。で、5教科とか何点ぐらいだったの、中学の時とか。全部で、うん、なんか。だ、ほんと100いかないよ。ああ、うん。まあ、選択問題とかもあるからね。障害だよ、だから、なんか知らの。なんか、気分的には。わかんないんだもんだって。あ、思ったより普通じゃない。そこまで悪いとは思ってなかったわ。ものすごいよ。ものすごいね。そこでだから俺はマンモス校に入るわけよ。野賀やんか、俺の学校で言うと。野賀よ、もう。野賀よ。野賀。ものすごいわ、これ。生意気な野賀。生意気だった。野賀も生意気だった。まあまあ、いいやつだったけど。ちょっと変なやつだったけど。なんかね。うん、だから、もう、その頃、野賀得意だったんだ、結構できたばぐらい、ばっかぐらいの高校、めちゃくちゃお金持ち高校で、ただもう窓口めっちゃ広い、前も言ったけど、一クラス2000、あ、一学年2000人ぐらいいる学校に、まあ要は、お金を出して入るわけだね。私立のね。そこでも、もう、何人いたのかな、あれは。もう、結構、もう、結構やばいやついっぱいいんの。もう、モンスターハウスみたいな感じの、すごいな、やっぱ。クロちゃん。もうみんなの、
な学校の勉強できないやつらが、いろんな学校の農家がいるわけでしょ、各大変そうそうそう、バカとされてきた野田代表の野田で、なんで野田で、例えば野田になってるかわかんないけど、まあ、でもそのね、もうよくわかんない、入学式とかも、うん、なんだこいつみたいなやつらばっかなの、もう目悪すぎるだろみたいなやつとか、もう自分の席探すのに机全部この距離で見てくるやつとか、うん、そういう感じの人もいる、ね、なこいつらなんだみたいな、うん、もうブツ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 言ってるやつとか、クリーチャーなんやろ、クリーチャーレベルの中で、うん、俺そこでもうケツから自分、うん、すっごいアホやん、そうな俺あのクリーチャーアホやったやん、あのクリーチャーたちに負けるんだ、 なんだこのクリーチャーって思ってたけど、うん、ケツから銃だったの、もうほんと一番のクリーチャー、こいつより頭悪かったやろ、悪いね悪い悪い、何やろうな、そんな感じかな、そうか、結構本当にね、チリとかもやっぱ本当にびっくりするから分からなかったりするもんね、チリも、いやだからゲーム、桃鉄とかやってればもっと変わったのかな、あ、桃鉄とかっていうかね、何か覚えなさいっていうノリがもう大嫌いなんだろうね、もうその時点でパニックになっちゃうから、泣くというか、もう苦しくなって、本当世界地図、もう本当なかったことにするんだよね、世界地図で四国を指してくださいって言ったらオーストラリアを指したんですよ、僕今でも覚えてる、よく言ってるんですけど、なんか別に覚えることでもないんだよね、ああいうこと自然に、そうそうそう、自然に別になんか自然な会話がなかったんだろうな、なかったんかな、周りが良くないんだろう、親が、うん、なんかお父さんお母さんは頭良かったの、そうじゃない、僕ないっしょ、お父さんなんかも、まあ知らんか、親の偏差値みたいな、なんかね、こう、うん、パタッてしまる感じ、うんうん、もう聞かない、もうなんかこうスローになってなんか言ってるんだよ先生とか、俺をスローに覚えてくれな、もう絶対テストで、はい、もう絶対もう国語の地域こことここと覚えるようにってとこ、ここの名産はこれだ、これ出るから覚えて、キーコンサンコンってぐらいにもう、よっちゃん遊び行こうぜっつって、あって多分こっからもうそっから学校スタートや、学校でかもうそうそう、もうそれまではもうこれは俺なんか調べたら何かしらのあれだと思うんだよね。今のもだから、もうほんと芸人でよかったなと思うんだけど、でもちょっと生きてるだけでもう弊害だらけ。あるよね。漢字ももう書けない。うんうんうん。途中で。領収書とか、書こうと思った時に。まあね。くしゃくしゃってこう。読めないってよくあるもんな、台本みたいな。読めないっていうか違う。書けない。言われたらもう、なんとか。衣装代とか言われたときに、あもうあらひらがなしか思い出さない。あ、ほんなら多分算数は別に割と別に、いやいや算数も別にあかんの、考えたことないもんね。ククは言える、ククはもうわかんない、しばらく言ってないから、あれ結構覚えようとしな覚えれんやつやんか、ククは、うん、あれをみんな、ククまでは覚えてた、ね、はっきり覚えようとして勉強してる思い出もある。あ、それも、うん、歌流して。歌？曲で覚えるじゃん、あれ。曲で覚えへんよ、僕なんか。え、そう結構でもあるあるで。あ、カセットがあって。あ、そうなんだ。くん、なんか、あるの。それを、2学年上ぐらいの、近所の人が、から、なんか、そう。21、21、21、みたいな歌がある。肉十八みたいな、あ、そんなのあるやん、ジュジュジュン、サムダンだよみたいなのを聞きながら覚えたっていうのはノリノリ、まあ、ああいう楽しい覚え方できればよかったのかもしれないな、なるほどね、もうその道とかも覚えられないっていうのは多分その勉強、道って覚えれない人、道はもうだめちゃくちゃ方向じゃん、まあまあそうかそうかそうか、それこそ水道バスで書かせるようにしちゃっててってことやもんな、国道こっちから店入ってって、うん、こっちに出てっちゃうもんね、ああスーって
あ、でも俺そのは何も言えねえわ、うん、俺もやっちゃうからそれは、うん、道の名前だとか道がこうなってるだとか、うん、そういうのも多分勉強のあれとか漢字の覚えなさもやっぱ異常だから、うん、調べたら本当にもしかしたら、うん、笑えない何病気かもしれないからほんまあれかもしれないほんまにあれかいやもう歴史日本史とかもやっぱそんなにいや、もうやばいよ、そんなもん。何にもわかんないよ、俺。どういう。だから、クソつまんない、ああいう。映画とか、見てても。何例えば、こう、時代。だから、もうさっき言った通り、もう、好きなもの多かったり、詳しいこと多い方が絶対楽しいのに、時代劇というか、あのさ、NHK の何、何ドラマ。うんうん、まあ、大河ドラマとか。大河とか。まあ、やるよね。なんだ、全く意味わかんない、うん。誰の何をやってんのかも。一切意味わかんない。何の前なのか、誰なのか。ワードとしてはしてるわけでしょ、うん、信長とか秀吉ぐらい。ワードはしてるけど、あ、それぐらいだね。いつの時代で。ギリギリそれ。それがどうなるのかも全く知らない。明智光秀となんかって。誰が裏切るなのとか。本能寺の変とか言われたらもう。何、知らん、もうそれも全くわかんない。何にも、興味なかったのかな。覚えたくなかったから。だからもうつまんないのね。キリンが来る。まあ、誰かもしれないし、まあ、キリンが来るって誰のあれだっけ、うん、だからそっか、まあ、イダテンぐらいならまださ、まああれはショーはオリンピックの、うん、足速い人の、はいはいはい、オリンピック出た人の初めて出た人の話 だから、うん、まあまあそれ分かる分かんないのもんだから、そうそう、ね、歴史じゃないから、うん、まあまだ途中まで見れたけど、うんうん、そっか、だから歴史もだからもうその勉強という、うん、もう万物の勉強というものが万物って言葉何やった本当にもうあ無理です。私は無理なんだ。もう何時代何時代をちょっと並べてって言われてもやっぱ鎌倉平安室町明治大正昭和平成、うん、これも奇跡、俺知ってるの。でもこれなんでかっていうと歌で覚えただけ。歌で覚えるな、とにかく。ジュークの歌で。うん、あるの、そういう歌が。おじいちゃんが死んじゃった歌で。うん、明治、大正、知らんない昭和、そんな歌ある平成っていう歌。四世代を生き抜く力ってやつ。あ、じゃあ。で、多分そこ、でもこれ多分その歌さえなければ。え、それもってことか。明治と大正知らなかった。明治の前は何時代か知ってる？その時代の分け方で言うと、もう江戸になるんだよ。ああ、そう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 、うん、そうだね。あ、そうか。江戸の前はもう分かんないよ。あるの？ある。いや、まあ戦国時代ですかね。戦国時代なんだもん。戦国時代。ああ、じゃあ結構近いね。室町か。俺もそんなにあれだ。いや、それはないよ、でも俺は、そこがかっこ悪いんだって。ごめんごめんごめん。本当に、勉強しかしなかったけど、ちょっと忘れちゃったけど。それはひどいよ。ね、で、俺ち、そうそうそう。俺結構本当に、学年で2位ぐらいやったから、中学の時。中学の時は。中学の時だけ異様に良かったね。高校でちょっとあんまやんなくなっちゃったけど。いやー、でもね。のがやったんや。何なんだろうなぁ。本当に無理っすわ。勉強系。なるほどね。いやー意外な、そんなに聞いたことなかった。だからその漢字。そこまで。まあ、漢字。国語だけが多分、うん、もしかしたら俺、ドンピシャで、向いてる世界、これしかないかもしんない。なんか。そうだね。そのさ、小学校の表面の漢字、国語テストできるだけで向いてる仕事探しなさいって多分なんかコンピューターに打って探してもらっても多分なんか作家とか芸人とかそっち系なんだね。なんか出てきそうじゃん。まあまあまあ、まあまあまあ、もしかしたら俺これしかできないのをやってるかもしれない今。だから別に間違った選択はしてないじゃないですか。なんかそうそうそう。よう考えたら別に、ね、もっとな悲惨な人生が待ち構えてたかもしれない。なんか就職しててもそうね。どっかでつまずくよね。どっかの知識がスポってないわけだから、ね。なんか俺そんな気がする。そう。なるほど、うん、ということで、ガンタ君の、
昔の人となりを、勉強しました。ありがとうございました。足。うえ。